タツニです。ママユミネです。安倍総理の辞任会見見た？見たよなんと言っていいやら、まあ、あまりにも突然でびっくりしたよな。うん、そうですね。実はあの時さ、俺ね、うん、安倍総理があの通ってる慶応病院にいたんだよ。え、あ、そうなの？そうなんだ、うんうんうん、で慶応病院でさ、あの、まあ、俺もね、うん、あの病気だからさ、はいはい、もうちょっとあの辞任しようかなと思ってて病気の治療してたわけ。何の辞任そしたらね、ちょうどそれをやってる時に、うん、あの速報でさ辞任するっていうのが入ってきて、うん、あ、で実はあの慶応病院だからさ、うん、安倍総理が通ってくるとさ、はい、結構大変なんだってよ。物々しい感じですか、うん、それはもう現職の総理大臣だからな。そりゃそうですよね。大変になるじゃない。でたまたまその時にその看護師の女の子たちとそういう話してたのよ。うんうんうん、大変なんじゃないのなんつってさ話してたんだけど、うん、安倍さんなんか行くのはもうさ新しくできてる塔があってすごい、まあ、ホテルみたいなとこがあってさ、うん、普通の人たちが診察受けるような場所とちょっと違うから離れてるんだよね、うんうん、だまあ少し違うんだけど、それでもやっぱ来るとなるといろいろ大変みたいでさ、うん、そうですよね。でそこにあの安倍総理の辞任のあれが来たもんだからさあれはもしかしたら安倍さん総理大臣辞めてここに入院すっかもしんないぞって言って話をしてたのよ。うん、そのみんなキャーキャー言ってえーなんつってさ、どうしよう来たらみたいな話になってさ、うん、まあ、終わらせてた。大変だよね、うん、その時に俺マジでさ、俺も病気で辞任していいかなって話をしてたのよ、うん、そしたらね、まあ、俺やら交番ですか看護師の子たちは俺が何の仕事してるか知ってるから、うん、村尾さんはダメですうん、というふうに言われます。私半ばでやめてもらっていいですかそれはあっちもこっちもちょっとダメですよいやだって、ま、同じだからな俺だって別に痛恨の極みでは許されないからねまあということでそんなことがありました、はい、それでは今夜も参りましょう。はい、決めていた初にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子だらず FM、 FM 出雲をネットしてお送りします。過ぎた日で今日の北海番外地だ、はい、今日はね、はい、なんと、うん、あなたを忘れないを作詞作曲した稲川さんと、はいはい、親戚関係にあるおりっちゃん、りっちゃん、うん、呼んでみよう。はい、りっちゃん、りっちゃん、こんばんは。こんばんは、たつにぃです。こんばんは、よろしくお願いします。いや、りっちゃんは実はね、うん、あの、いなちゃん、お、稲川さん、うん、あなたを忘れないの作詞作曲者である、はい、みんなでウェブで歌おうが大絶賛だったいなちゃんの、はい、なんとめいごちゃん、びっくりだろ。カズオおじちゃん、うん、今俺ね、イナちゃんより仲良くしてるからなんか疎遠らしいからちょっと、イナちゃんとは。あ、そうなのでね、今日なんでりっちゃんをゲストに呼ぶかというと、はい、りっちゃんはね、すごい今大事なことやってんのよ。何でしょう。
簡単に言ってしまえば、まあ、防災に関わることなんだけど、はい、この前防災の日でしたもんね。そうよ、はい、ちょうどいいタイミングでしょ、ね、まあこれ、うん、まあね、だいたい年に一遍はさ、あの銀色のあのリックサックにさ水入れて乾パン入れてね、はい、であの玄関のどっか靴箱の上かなんかに置いてさテンションで気切れになってんだよね。そう、気がついたらもう水も飲めないみたいな。なそう、ね、うん、なんだよ、で世の中それじゃダメだし、これからな、ね、台風も来るしさ、うん、あ、そうなの、やっぱその心得を、はい、みんなに伝えるっていうね、とっても大事なことやってんだけど、あ、素晴らしい。りっちゃんはさ、うん、はい、小さい頃からそういう防災に関心持ってたわけ、うん、いや全く持ってなかったですね。全く持ってない。え、子供の頃は何になりたかったの？うん、もう動物が好きだったので、あ、北海道で、うん、あのムツゴロウ王国さんにて働きたいなと。マジかい、近かった。近いよ、アッケシと。そうなんですか。はい、浜中ですもんね、ムツゴロウ。そうだよ ね、 うちのゲストでね、あのムツゴロウ王国に憧れて、うん、はい、今あれ彼どこでやってんだ、しべちゃ、しべちゃ、しべちゃで、しべちゃの社長で、はい、馬の、馬育ててますよ。馬の牧場っていうのなんつうんだよ。ね、馬と暮らすなんとかって言ってましたね。そうそう、やってるよ。あ、うん、そうなの。ムツゴロウさんに憧れてたの。てか毎週のようにあのムツゴロウ王国を見てましたね。ああ、そっかそっかそっか。そうだね。やってましたもんね、昔はね。じゃあこの子供心に動物が好きでムツゴロウさんに憧れてて。はい、そのまま大人になっていくわけだ、うん、そのまま大人になったんですけど、うん、獣医とかになりたかったんですけど、いいじゃない、いい選択、が赤点だったのでのまず本も好きだったので、あ、あ、本ね、司書の資格を取りに、うん、学生の時は、うん、学びに行きました。あ、またちょっと違う方向だね、はい、それでね、そのままその仕事に就くわけ。そうですね、でも1年でやっぱり飽きて北海道に、やっぱその憧れが強いから、はい、牧場に、北海道に行くわけ。どこに行ったんですか？別海と、あと北浜の方にも行きましたね、学生時代に。別海って何？あっけしのそば、はい、うん、隣だよ。あ、隣近いですよね30分ぐらいで行けるかな。そうですよね、近いですよね、うん、あ、はい、あっけし郡別海町？あっけし郡ではないです、別海町は。あ、本当？でも本当近いお隣、隣町ね、近いです、ね、近いです。そこにはさ、何しに行ったわけ、北海道に。動物に憧れて、夢を、はい、うん、夢を叶えるためですね、自給自足の生活をしたかったので。自給自足、はい、本当に好きなんですね、じゃあね、はい、全部、要は野菜も育てて、はい、動物も暮らして、今牛乳飲んで、はい、牛乳飲んで、うん、チーズ作って、はい、へえ、それ何、なんか当てがあったっけ、その別海に行くの。なんかあの頃アンっていうバイトの雑誌があって、ああ、あるあるある。あれに載ってるの？載ってたんです、あの頃。何募集なの？すごい、やっぱ嫁不足もあったと思うんですけれども、うんうん、それでもう行くって言って。お父さんとかお母さんはさ、その時なんて言った、はい、いや、もう聞かない性格なのは分かってたので。ああ、結構頑固なのか。あとやっぱり好きだっていうのも分かってたので。あ、うん、じゃあとりあえず行ってこいってなるわけだ。はい、それで、ね、じゃあもうこれ何日から、まあ若い女の子が来たらそれは別会長大 変、 大変なことになったでしょうん、そうですね、嫁にね、あの来ないかみたいな感じで。そりゃそうだよな。そうでしょう。はい、なんで行かなかったの、お嫁に。そうだよあ、お嫁に。なんかやっぱり父とか母のことを思い出して、やっぱなかなか帰れなくなる。あそこはちょっと親孝行なんだな、うん、それで別海町でどのぐらいいたの？2年ぐらいですね。あ、そう。はい、満喫できた、その頃北海道は。もう、はい、もう本当に悔いがないというか。あ、2年間、でも忙しかったでしょ。はい、泣くのって大変だよ、本当に。やっぱり牛乳なので、うん、あ、これ絞ったりしたわけ。
絞んないよ。絞んない。機械でですよね。あ、こうガバッと入れて。はい。あ、そう、絞んないんだね。絞んないです。ヤギとかじゃないから。これって絞んない。今ペーターみたいじゃん。飲んだのかと思った。違うんだね。そうなんです。じゃあその、じゃあ別海町離れるっていうかさ、その宇都宮に帰ろうと思ったのは何かあったわけですよ。まあ、まあ、そうですね、うん。なんかやっぱり、周りから嫁に来ないか攻撃がすごくて、別海町で悪くないなと思ったんですけれども、それが嫌だったわけ。ちょっとそれもありましたし、うん、まだその頃は若かったので、うん、ちょっと欲張ってまた違うことをやりたいとか思って、うん、とりあえず帰ってきました、うん、それで帰ってきてからはどうなの？その後結婚をして、うんうんうん、で、その小学校の、子供が通ってた小学校で、うん、その読み聞かせのボランティアを募集してたので、うんうんうん、その本が好きなので、ああ、そうだよね、やらせてくださいっていうことで、うん、もう12年ぐらいやってます。うん、あ、へぇー、はい。あ、もうそれは完全ボランティアだよね、じゃあね。はい、そうですね。なかなかね、難しいですよね、子供の興味を引くように話したりとか。はい、うん、そうです、結構ね。どんな本を題材で取り上げるわけ？実は東日本大震災が起きる前は普通の児童書ですね、うん、学年に応じた児童書を読んでたんですけれども、うんうん、震災がきっかけでちょっといろいろ考えが変わりまして、うん、まあ2冊ぐらい読めるんですけれども、1冊はまあクレームが来ない普通の本を読んで、うんうんうん、もう1冊は防災のお話をするようになりました。あ、じゃあその震災がきっかけで防災に関心を持つようになるわけだ、はい、そうですね、被災地の方とお話しする機会が あ、ボランティアとかね、行ったの。なるほど、はい、おうおうおう。そうしましたらみんな口を揃えて、うん、そのかわいそうっていう言葉はやっぱりまだ他人事って考えてるよって言われて、うんうん、まだ律子さんは被害に遭ってないだけだよって、うんうんうん、もう自分は今度はもうそういう辛い思いとか悲しい思いを誰にもさせたくないから勉強してって一人でも多くの人に伝えてほしいって言われたので、それからその防災の本を読むようになりました。あ、じゃあ今度それを使って子どもたちにそういうことも教えようという気持ちになったわけだ、はい、そうですね。その友達からもそんなに防災のことを話すなら、うん、学童保育とかの講習でやってみないって言われて、うんうん、でそれから本当真剣に自分なりに勉強して、うんうんうん、だから本当防災士とかいう資格は持ってませんし、うん、子供と同じもうゼロから目線でね、うん、長い人です、はい、そういうのね、はい、そういうことを始めたのがきっかけです。で、何、はい、そのどうやって子どもたちにその防災を伝えていくわけ？うんうん、知り合いの方に本を一冊紹介してもらって、うんうん、どんなの？クレヨンしんちゃんの防災コミック、地震だその時オラが一人だったらという双葉社から出てる本があるんですけれども、うん、800円ぐらいなんですけれども、うん、まずその子どもたちの方が自分で学ぶ力は持ってるんですね。あ、関心持てばね、うん、はい、素直だしね、し、うん、そうなんです、うん、先生も忙しいので、うん、まずその小学校に図書館に入れてもらって、うん、で校長先生にもそのちゃんとお話をして、うん、学級文庫に各クラス入れていただいて、うんうんうん、子どもたちが学べるようにという形を取ってほしいということをお願いしました。うん、あ、学校にね。はい。うんうんうん、それはクレヨンしんちゃんっていうぐらいだからアニメなんですよね。そうなんです。漫画の本なので、ね、うん、お尻半分出したりしてないの？そこでどうぞ、たずに。クレヨンしんちゃんのモノマネを。それ読みながらクレヨンしんちゃんの真似したりしてるわけ。真似したりするんですか？いや、ちょっと恥ずかしい。ミスター A とかやるんです。でも子供たちがなんか一人ぐらいやってくれるの。いや、ああ、そうだよね。絶対ね。はい。まあそれも多分関心を持つすごい重要なとこだよね。すごいアニメの力ってすごいなって思います。絶対そう、引き込まれると思うわ。漫画でも読んでても怒られないので。そうだよね、内容が内容だしね。そういうことですもんね、うん、そうなんです、本当に
で、それをその全国の小学校に入れたいっていう会を自分一人で作りました。あ、すごいじゃんそれ。今はその実績として読み聞かせのボランティアをやってる学校にまずそれをやったわけだ。はい、はい、そうですね。おうおう、はい、でその後なんか市内っていうか地域で進展ありそうなの？はい、あのちょっとずつ人脈を広げながら。ああ、なるほどなるほど。いきなりだとやっぱり、ね、うん、はい、そのいるあれなのよ。ちょっとそのとクレヨンしんちゃんの方もう一回ちょっとどこのなんて本だっけ。はい、双葉社から出ています、うん、題名がクレヨンしんちゃんの防災コミック、うん、地震だその時オラが一人だったらです。はあ、でもこれさ、いや分かんないけど、はい、うちの放送はその北海道でもやってるしね、はい、北海道もやっぱ地震で停電になっちゃったりさ、はい、ね、はい、液状化になっちゃったりね、はい、いろいろ起きてるし、もういわば日本列島どこでそれが起きてもおかしくないし、うんうんうん、はい、まあ、本当そうですね。ね、今なんかもう台風シーズンだからさ、ね、はい、川が溢れちゃったりね、あのゲリラ豪雨が起きたり、はい、まあ、いわゆる震災列島の中で、うん、そういうその地震だけにも限らずその防災に対する意識っていうのを、はい、やっぱり養うにはまずその子供たちに、ね、そういうのを植え付けるっていうのはすごくいいよね、はい、それね。本当、本当しんちゃんありがたいです、うん、この一冊本当にあの、うん、子供だけじゃなくて、うん、災害に対してどうしたらいいかわからない大人にも分かりやすい内容が書いてあるので、うんうんうん、ぜひ本当に映画化もしてほしいなんて。映画化か。それはあの稲川さんに皆さんに撮ってもらおうか。おじちゃんに、そうですね、おじちゃんに頼む。あ、分かった分かった分かった。ちょっとそれは言っとこう。はい、次がしんちゃん役だよ、うん、はい、お尻半分だ。ミサイ出すんですね。リツコとか言うの？リツコあ、そう。俺俳優デビューしたけどクレヨンしんちゃんの役？クレヨンしんちゃんの方が合ってるんじゃない？多分もしかしたら。あ、そう？だって綺麗なお姉さん大好きだから。あ、大好きね。綺麗なお姉さん。うんうん、ね、そうですよね。クレヨンしんちゃんは。はい、あ、そう。はい。いやでもそれを何、はい、自分のだこれはさ意思でそう思ってやるわけだからさ、誰かに言われてるわけでもなく、はい、そうやって実際に被害に遭ったね、震災で被害に遭ったご家族に会ったり、まあ、そういうところに行ってそういう意識がやっぱこれは誰かがこれをやんなきゃいけないっていう、まさに俺やら魂だよなこれ。うん、俺やら、うん、そうですね、今日から仲間に、うん、そうよこのコーナーに出る人はね、俺やら魂がない人は出さないから俺が。そうなんですか。そう、はい、うん、認定なんですね。そう、認定認定認定です、うん、そうそうそう、ございます、認定認定そうよなんかなにこれ珍百景みたいになっちゃったの。ちゃっ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 ちゃみたいな認定ですありがとうございます。あ、そう。でも本当に一刻も早くみんながそういう行動をしてほしいですね。もう起きてからでは遅いし、もちろんそうだよね、はい、もう命はなくしてからじゃもう どんなに悔やんでも、もうボランティアで行った時にその、まあ、被害に遭われちゃった方たちはさ、はい、はい、まあ、自分たちがこうだったから被害に遭っちゃったんだと、はい、まあ、それは備えをしてなかったとかいろいろあると思うんだよね、うん、避難が遅くなっちゃったとかさ、はい、甘く見てたとかいろいろあったと思うけど、うんうんうん、はい、それにどういうところに気をつけなきゃいけないということを一番伝えてほしいと思うのかな。とにかく自分のこととして考えてくださいっていう、まずね、皆さんに言われました。まずね、はい、かわいそうじゃないんだよって、うん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 、明日はあなたかもしれないんだよっていう、うんうん、はい、それが一番か、はい、いや確かにあの震災の時にさ、はい、ニュースで見ててね、はい、それこそあの宮城県なんかはもうね、ずっと平坦だからさ、どん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 津波が押し寄せてくる映像とか、はい、あれはまあ俺もボランティアにちょっと行ったんだけど、やっぱり船がさ陸上に上がっちゃってたり、はい、あの骨組みだけになった役所があったでしょ、あの防災、はい、無線かなんかやってたさ、はいはい、ああいうのやっぱ目の当たりにしてみると、はい、
もしこれが自分のところで起きたらどうなんだろうってことはやっぱり真剣に考えるよね、うん、はい、行かないとやっぱそれはあのテレビの中の出来事みたいな気がしちゃって、はい、そうですね、うん、はい、で行ってみるとさ、困ってる人は山ほどいてさ、いますね、ね、それで、はい、まあ、そこで俺もずいぶん役人とぶつかって喧嘩したんだけどさ、なんつうの、はい、こう、よく喧嘩しますねそうなんですね、うん、だいたいね、あいつらが考えることっていうのは、うん、こう形式ばっててろくなことはないんで、はい、うん、お役所仕事ってよく言うでしょ、うん、はい、で本当に困ってる人たちのところに手が届かないとかさ、多分その震災に遭ってる人たちも、はい、そういう目に絶対合ってたはずなんだよね、うん、はい、だもちろんそれは日本全国の国民が自分ごとのように考えて、やっぱこういう時にこうしなきゃいけないっていうことをさ、はい、考えるのは大事なんだけど、はい、そういうのをフィードバックするのやっぱこれはね、自治体とか国の役目でもあるんだよね。その時に何が、ね、一番やらなきゃいけなかったのか、多分ね、うん、現場で働いてた役人の人たちは分かってる人は結構いたと思うんだよ、はい、ところがそんなちょっと上にいるようなやつがさ、はい、大体そういうやつって上ばっか見て仕事してるから、うんうん、上から文句言われないためにやらなきゃいけないことしか最優先しないから、うん、現場とのすごいギャップがあって、うん、本当に困ってる人たちのところにいろんなこう、はい、ことが起きないっていう、うん、それを多分すごく言いたかった人たちいると思うよ、はい、たくさん聞きました。そうだよね、悔しい思いをしてきた人たちをよく本当に見てきました。そうだよね、はい、やっぱだからそこはもうそれこそその防災を伝えるのも大事なんだけど、やっぱもっとみんなでそういうことを考えて、こうしなくちゃいけないということを、はい、そういう声をもっと上げていくことによって、はい、それを地域の本当に、これ政治っていうとすごく嫌なんだけど、はい、ね、そういうところからこう対応を変えていくというか、はい、そういうこともやっていくっていうのは、まあ、これも大きなりっちゃんの使命かもわかんないよ。誰かがやっぱこれを言い続けないと、ダメだと思うしね。なんか私は本当に橋渡しみたいなもので、うん、まあ、たまたまそういう、被害に遭われた方の声を聞く機会があって、それをこう伝えていく中間にいるので、一人でも多くの方に、その言葉を伝えたい、うん、そうだねと思いました。それ大事だね、はい、うん、みんなお仕事という感じですね、うんうん、されてる。なんかね、人間ってさ、何かしらその役割があるんだよね、必ず。これっていうのは別に進んで、だってそんなことやらなくてもいいのにさ、どうしたって足がやっぱ進む、目が向く、誰かに伝えたいと思う、うん、そういうふうに思うっていうことはやっぱそれがね、役割だと思うから、うん、まあね、多分ね、そういうことを一生懸命話しても右から左で聞いてないやつが多分いると思うんだよ、いっぱい。そういう目にも合うと思うわけ。でもそんな時にやっぱりね、同じことを何回も繰り返して言う、くじけない、諦めない、これを伝えるんだっていう、その情熱はね、一番大事だと思うから、頑張ってやってほしいね。ありがとうございます。認定したから番組でも応援するからさ。ありがとうございます。なんかこういう発信をしたいとか、こういう話を聞きましたとかさ、なんかそういうのがあったらまた言ってくれたら番組で取り上げるから、うん、言ってよ。ありがとうございます、うん、はい、ちょっと定期的にやりましょう、これは、ね、大切なことですもんね。そうそうそう、だからまあ、これをね、今回をこうきっかけに何かりーちゃんが一歩踏み出せるように、うん、ね、なんかできればいいし、うん、読み聞かせも知ってもらいましょう。あ、そうだね。どうですか、うん、リツコの朗読コーナーとかやるか。そう。ミスアエーとかやって。志村けんみたいな人だな。でもこれを聞いた人も、今度は誰かに話すことで語り部になる、うん。そうよ。そうそうそう。だから今日は、タツ兄さんとユミ姉さんも、これを誰かに話すことで語り部に、うん。うん、そう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 、そういうことよ。はい。決してね、そう、難しい話じゃなくて誰でもできる話で、はい、やっぱりね、はい、おかしいなと思ったらさ、やっぱり自分がそこに関わって、
誰かにそれを伝えるってことはね、これはあの僕がやってるその北朝鮮の問題も全く同じで、決してこれ特別なことじゃなくてさ、震災に遭った人だってごく普通に暮らす普通の人だし、そうですね、拉致された被害者の人だってご家族だってさ別に普通の人なんだよね。そうなんですよね、特別な人じゃないの。似てますね。似てます。すごくだから、はい、ね、ね、共通点がたくさんあって、ね、共感できるよね。共感できますね。はい。ぜひ頑張りましょう。いい話だった、今日は。ありがとうございます。夜の時間にありがとうございました。いえ、ありがとうございました。はい、またなんか進展あったらね、ま、うん、はい。北海道に行きたくなったら、ぜひ弓根に。ぜひぜひ、はい、ということで今日は本当に、うん、ありがとうございました、はい、本当にありがとうございました。はい、失礼します。タツニー、あ、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の俺がやらなきゃ誰がやる。ねえねえ、今さ、まあコロナでどこのお店も大変でしょうが、まあ、そうだよな、漁師さんも大変なのね。そりゃそうだな、売るとこがねえんだからな、うん、そうそうそう、うん、そうなんですよ。それでね、ちょっと興味深いものを発見したんですけど、なんか魚ばっかってお店してる？知らない。魚ばっかって魚しか出てこねえのか？なんか魚屋さんなんだけど、すごい見た目は本当にカフェみたいで、五反田の駅前とかにもあるんですけど、あのね、もう見た目本当にカフェなんですよ。で、若い子がやってて、で、そこのなんかお魚がね、もういろんなところから来てるお魚が並んでるんだけど、今時デートってもなんかね、LINE で取引をするんですって、市場に行かないで直接漁師さんと、なのでその仲介業者が入ってこないから安いし、新鮮なのがすぐ食べられる。でお店と漁師が LINE でつながってて、そうなんですよ。それで今日こんなの上がったよって言ったら LINE がこう来るわけか、きっと。そう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 、それ見て、あ、じゃあそれいるよっつって注文するわけだ、すぐそこに。そうなんです。でね、やっぱりこの丸のまんま一匹丸ごと置いてあるから、一人暮らしの人だったらちょっとそれ半身でいいんだけどってなると、こう半分にしてくれたり、三枚おろしにしてくれたり、あとは調理方法も教えてくれる、すごい良心的なお店なんだって。そこでは食えないんだ。そこでは食べられないのね。レストランじゃなくて、魚ばっかでは、要は魚屋なんだな、そうなの。魚ばっかっていうお店はそうなんですけど、同じ、また、そうなんです、系列で羽田市場食堂っていうのがあって、羽田って羽田空港にあるの？羽田空港にあるんじゃなくて、いろんなところにあるんですよ、東京駅の中にも。 あ、そうか、拠点が羽田だけで羽田空港とは関係ないんだな。そう、羽田市場食堂っていう名前なんだけど、それが今ほら、コロナでさ、新幹線とかも乗ってないじゃない、人が。そうね、ね、1号車を貸し切りでお魚を積んでくるんですって。ああ、そうだ、なんかやってたな、テレビのニュースでな、見ました。そこの要は人間が座るとこに魚を置いて、そう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 、それで、あの東北の方からさ、その日に上がったやつを東京まで持ってくるって。そうなんです、そうなんです、そう、下手したらその私が見た時はね、仙台から魚が送られてきたんですけど、仙台で例えば気仙沼とかで取れたものだと、まあ、地方の市場に上がって、そこから仙台の例えば駅前のお店だったら、そこから食べる、買ってさばくから1日かかるんですって、なんだけど、それはもうすぐに新幹線乗せちゃうんで、その日のうちに食べれるから、仙台の駅前の魚屋さんより美味しく食べれるっていう、そこはね、立ち飲み屋さんだったんですけど、でもすごく安いの。まあ2時間ぐらいで来ちゃうんだからな。そうそうそう。すっごいのを発見しました。流行ってんの？ちょっと行ったことないんだけどね。流行ってるの、すごく。お皿に10種類ぐらい入ってて、
1000円とかなんですよ。安いんだね。すごい安いの。でもね、新鮮じゃないですか。超速鮮魚って言ってました。あ、超速な。そうそうそう。とかも空輸とかね。まあそうだよな、空輸もあって。そうそうそう、空輸もあって全国300カ所の漁港から直接、まあ、飛行機で、ね、業者価格で飛んでくるんで、まあこれも割安で食べられるっていう、羽田鮮魚センターっていうのがありましたね。あそこはじゃあ魚屋か。なんかね、羽田空港の中に加工場ができてて、そこでもう全てさばいちゃって、各お店に配られるんだって。あ、そこは都内のそこのやってる直営店みたいなところに全部おろされる。そう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 お店に届いて食べられるっていう、すごいいいですよね。まあ今な、新幹線も空いてるし飛行機も空いてるから、そういうのを当然 JR だってな、飛行機会社だってな、活用してもらいたいだろうしな。そう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 、みんなのなんかあれが相まってすごくいい相乗効果だったのかなと思いました、あとはお店に来るかどうかって問題だな。お店自体が前まだ時短営業とかやってっからな、10時でおしまいとかな、そうそうそう、なんかほら10時までじゃないですか、だからやっぱりこうさばけないからどうしようかって思ったんですって、そうだ、最初その、そういうことをやろうって思ったのはまだコロナの前だったらしくて、でその社長が出て喋ってたんですけど、でコロナの前だったからよかったんだけど、1億かけてそのなんかいろんなところのお魚をがこう集まるようにしたのに、コロナがあったから1億の、不良在庫っていうのかな、抱えちゃったんですって、でどうしようって思って、なんと、業者向けのやつを今度は一般向けにネット販売したら、1ヶ月で1億売り上げがあったんですって。あ、そういえばあの愛希くんも言ってたよな。そうなのよ、そうなのよ、なんか同じものが重なりました。まあ確かにな、アイクも似たようなことやってるからな、あれだけど、そうそうそう、5月6月7月でな、もう1年分売り上げちゃったみたいなな、言ってたもんな、言ってましたよね。あ、そういうことなんだな。まあ、まあ、お取り寄せブームっていうのはやっぱりいろんなとこで起きてんだ。やっぱりお取り寄せしちゃいますよね、家にいる機会が多いから。確かにな、新鮮な魚が来てもちょっとお店はなっていう人もいると思うわ、最近結構ね対策してるから、なんかもう、向かい合わせてね食べるんだって、こう間にな、透明なやつが挟んだったりな、そういうのはもうたくさん見かけるけど、まあそれでもやっぱお店に入るとなるとな、店の中だと余計ちょっと心配になるもんな。そうですよね、またちょっとたくさん人がいたりとかするとね、あって思ったりしますよね。そうそう、だから最近あのやたら青空で飲んだりしてる人多いわ、お店でもさ外へ出しちゃってさ、もうさ、昔はよくあったじゃん、あの、それこそあのビール瓶 の、あのプラスチックのケースに座ってさ、なんか新橋にありそうですね、そう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 、カードした。それでもうほんとさ、丸い椅子かなんかにさ、もうビね、お酒置いたりさ、おつまみ置いたりしてさ、っていうのがもうすごくあったけど、また最近すごくそういうのが増えてるよね。だから外だとまあ確かに換気はもうそのまましなくていいしな、バッチリですもんね、それでちょっと間開けて座ってたらそんなに気にすることないかなっていう、まあそういう感覚にはなるんだろうからな。そうですね、はい、そこんなこともなあ、新鮮な魚が朝どれの、まあ、それこそ宮城の牡蠣とかな、そういうのがさ、朝どれのやつが送ってくるよな、結構びっくりしました。あの結構大きめなお皿に、本当に何種類も入ってて、ボタンエビまで入ってて、1000円って言って、ボタンエビ1個で1000円だよねみたいな、東京だとそうじゃないですか。まあ、そんな立派なやつなんだ。めちゃくちゃ立派なお刺身でした。ちょっと行ってみたいと思いました。
そうだよな。まあ、うん、東京もだいぶ数も減ってきてるし、まあみんなが気をつけるようになったってことだと思うからな。うん、そういう対策がしっかりしているようなとこだったら、まあもちろんそれはありかなと思うわな。うん、そうですね。もちろん、はい、怖い怖いというね気持ちはあるけど、結構あれじゃない、うん、検索すれば多分ネットでもすぐわかると思うからな、みんなも。はい。お近くの。もし、はい。チェーン店行ってみたらいいと思うな。はい。ぜひぜひ。コロナ禍における耳寄り情報だな。はい。ということでした。はい。初音ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆だ。はい。今日はね、ゆみ姉もよく知ってる増本照明さん、はい、あ、はい、うん、増本照明さんのお姉さん、はい、増本留美子さんだね、拉致被害者の。はい、1978年に鹿児島県の吹上浜で拉致されるわけだけども、はいはい、どうしてまあ増本さんに今日したかっていうとさ、まあ、冒頭もまあちょっと話したけど、はい、今回安倍総理が辞任するわけじゃない、はい、この7年8ヶ月って言って、ずいぶんあの辞任の会見の時はさ、自分の成果のことについては話してたけど、うん、まあ実際拉致問題についてはさ、はい、まあ自分がなってね、国家の最重要課題だと言って、うん、それでまあね、家族と家族が抱き合うまで自分の使命は終わらないとまで言って、うん、でまあ結局はまあ何も解決しなかったんだよね、うん、で、まあ、あの時にまあそのもちろんこれは自民党でも合意してる話だから、これから党としてね結果を出してもらうようにっていう話は、うん、まあ、してたし、まあ、そんなもん当たり前なんだけどさ、はい、まあ、家族の人たちの期待っていうのはやっぱすごかったんだと思うんだよね。そうですよね、まあ、もちろん安倍さんっていうのはさ、あの小泉総理が行った時も副官房長官としてさ、うん、北朝鮮に行ってね、はい、まあ、ある意味こう強気な態度に出て北朝鮮側が非常に警戒したっていう、まあ、そんなエピソードもあったりさ、はい、まあ、自民党の議員さんの中では、まあ、拉致問題についてはとっても熱心で、はい、まあ、なんとか解決しようということで、まあ、努力されてるのは当然よく知ってるんだけど、はい、まあ、肝心の総理大臣になった時に、まあ、その期待っていうのはまあ頂点になってさ、はい、でその間ずっと安倍さんも言い続けてきてたわけじゃない。はい、でまあそれが結局、まあ、何を一番やったかって言ったらさ、これあの国際問題化するということ、うん、拉致問題をね、はい、まあ、そこにもう終始しちゃったんだよね、うん、結局最後、まあ、晩年というかさ、あの、ね、もう条件をつけずに金正恩と会ってもいいとまで言ったけど、北朝鮮側からはもう何言ってんだ今更みたいなさ、まあ、そういう回答をされちゃうぐらいな関係にもうなっちゃったんですよね、日本と北朝鮮はさ。なんかまああんまりこう下交渉としてはうまくいってなかったと思うんだよね。でまあ頼みのトランプさんもさ、結局はまあ今になってみりゃ選挙でな、もう自分が通るか通らねえかって、もうそれがまあ最優先だから、まあもう結果としては別に今のところ何も起きてないけど、はい、まあ、成果として形としてもしやるんであれば、それがアメリカのトランプ大統領が金正恩に拉致問題の話をするというようなところまで話を持ってったとかさ、うん、そんなことだけなんだよね結局は。そうですね、それが結果としてその救出に、まあ、結びつかないうちに、まあ、やめられたっていうことになっちゃうんだよね、うん、本当にね。だから、まあ、増本さんはある意味いろいろとはっきりものを言う人だから、いろんな形で、はい、まあ、いろんなとこでそういう発言をしてるんだけどさ、はい、やっぱりねそれは家族の落胆の気持ちで、これはたとえ横田さんだろうとうちの特定失踪者の家族の皆さんだろうと、うん、はい、同じだと思うんだよね。そうですね、まあ、もちろん病気だからね、うん、これ何とも言えないけどね、うん、まあ、病気だからもうしょうがないよねって話に、まあ、なるんだけどさ、うん、やっぱり家族としては
まあそれを押してでもというか、うん、そういう気迫というかそういう気持ちがまあ芽生えても全く不思議じゃないかなというふうにちょっと思ったし、はい、まあ、何より安倍さん2回目なんだよね病気で。やっぱりそうなんですよね、まさか今回もとは思いませんでしたね。本当にあれだったらまあこれ一時は例えば麻生財務大臣かなんかにちょっとね、うん、バトンタッチして、そうですよね、治療して、はい、もう一度再登板するとかさ、うん、なんかそんなことを、うん、それこそ自分の使命を果たすためにもう一度そこを考えている、だから一時休みたいみたいなさ、はい、ちょっとそういうそれだと思ったらちょっとね、うん、違ったかなと思いますよね、まあ、それも十分あり得るかなと思うんだけど、ちょっとそんな風に印象を受けなかったから、うん、そうですね、うん、まあ、これはあのどうのこうのとかいうよりも家族の人たちがやっぱすごく落胆してしまったっていうことがすごく大事、うん、そこをやっぱりちゃんと受け止めないといけないし、これあの政府が受け止めるというよりもこれね国民が受け止めるべきだと思うんだよね、うん、やっぱこれだけずっと苦労してさ、今日もあのゲストで出てもらったさりーちゃんも言ってたけど、やっぱ震災に遭った人たちっていうのはさ、はい、これ自分たちが会うからこそその痛みが分かってさ、うん、初めてそこで周りの人が本当にこれが分かってんのかっていう気持ちに多分なったと思うよね、うん、まあ、それとすごく共通する部分がやっぱ拉致の被害者の家族の人たちもあると思うしね、うん、まあ震災だったらもうみんなでじゃあボランティアに行こうとかさ、そういう格好に、まあ、なるからね、うん、またこれは日本人のとってもいいとこでもあるからさ、うん、まあそんな気持ちを拉致問題にっていうふうにもなんか改めてこういう時期を迎えて思ったな。はい、そうですね、うん、まあ今日はちょっとね、今出たそのもう落胆してさ、はい、もう大変なんだけど、うん、松本さんがね昔あの鹿児島の現地調査をやった時に、はい、お姉さんに向かって呼びかけた、メッセージがあるんでそれを聞いていただきます。はい、ルミネ今あの吹き上げの薩摩湖のルミネたちが写真を撮ったところにいます。今調査会の人たちとこうやって検証しながらどこで拉致されたのかということも含めてもう一度検証しています。まあ、でも取り戻さなければならないのは変わらないので、僕たちは絶対に負けないから、あ、そっちも負けるなよ、頑張れという呼びかけなんだよね。あの九州弁で本当な、うん、うん、多分ルミネも聞いてると思いますけど、うん、まあ、他の九州から連れて行かれた方々もなんかすごい刺さるものがあるんじゃないかなって思いました。なんかすごい力強くって増本さんって男らしいし、こうなんか絶対助けるからお前も頑張れよっていうちょっと突き放した言い方かもわからないけど、でもそれが逆にこうあったかくて本当にあの増本さんの性格が出てるメッセージだなって思った。いやね、まあ家族のね、ご家族の皆さんの中でも、うん、とりわけ、うん、思いが強いというか、まあみんな思いは一緒なんだろうけど、うん、まあ暑いし、そう、暑すぎんだよね、うん、ちょっとね、そのね、過ぎるって言っちゃおかしいんだけど、別に気持ちは全然それで OK なんだけど、うん、その伝え方がすごくストレートだから。うん、まあ、とかくちょっと怖く思われ、そう見られがちなんだけどさ、私もお会いするまではちょっと怖い人なのかななんて思いましたけど、うん、すごいでもあの温かい方でしたよ本当にね。本当だよね、大好きです。はい、まあ、もちろんそうなんだけどさ、いや本当そうなんだけどね。まあ俺も会うまではとっても怖いって言われるけど、会ったらとってもいい人でしたって言われるからね。まあ同じかな。あ、そう思ったらまあちょっと同じ匂いを感じるかなって感じですかね。まあまあ、そもそもね、まあそういうのがあるけれども、うん、まあこのね、うん、メッセージで出てくる市川修一さんと松本鶴美子さんがね、うん、写真を撮った場所にこれ行ってんだけどさ、うん、まあ実はこの時あの鹿児島県警が一生懸命こう案内してくれるわけだよ、ここですよここですよと、うん、はい、妙に手厚いというかこうだったんだけど、うん、実際あの2人がね石に腰掛けて写真を撮ってる絵が残ってるんだよね、はいはい、写真がね、うん、残ってるんだけどさ、はい、
実際警察が案内された場所とその写真はここですよって言った場所が違ってたっていうのがね後から分かるんだけどさ、もうさこの国の警察は何やってんだっつって笑ったんだけどね、その時にさ、そんないい加減でいいんですか。まあね、なんかねこう粗相があっちゃいけないみたいな、うん、そういう対応の方をすごすぎて、まあなんか緊張してんじゃねえかなと思うわな、うん、逆に粗相じゃないですかそれ。そう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 、結果論としてそうなんだけどさまあ、あるよそういうことってよく。そうなんですね、うん、あとまあね調査に行くとね遠くの方から見てるとかね、こう、なんかこう参加しない、参加しないって言ったら変だけど、うん、いやあの一緒に入ってこないで、そうそうそう、うん、何をやってんのか伺ってるとかね、あるいはね、うん、これはねドラマみたいな話なんだけど、うん、あのうちらがこう集まってなんか話をしたりミーティングをしたりこう現場でいろいろやってるとね、うん、なぜかマラソンランナーが走ってくるとかね、そういうことがあるわけよ、うん、でなんかちょっとその辺でね足踏みマラソンをしてこうちょっと伺ったりしてこうやってまたピューと消えていくっていうね、うん、いかにも警察なんですかね、ドラマみたいな出来事だけどでもちょっとわざとらしい、うん、まあうちの中にもあの元警察関係者とかいるから、うん、まあそういう人に言わせればあれは警察だよって話だよね、うん、まあ、そんなことがあったりするわけよ。だからね、これはあのいつも思うことなんだけど、うん、はい、あの日本の治安機関の皆さんは調査会が何をやってるかじゃなくて、うん、北朝鮮のスパイがどうしてるかとかね、それを捕まえるとかね、うん、なんかそういうところにもっとエネルギーを使ってほしいかなと思うわ。いや本当そうですね、うん、本当それですね、うん、なんかもうね、まあ、もうそれもあのますますさんの怒りとなんかちょっと通ずるもんがあるけどさ、なんかねすごいそういうことを思う調査なんかをやってると機会が、なんかちょっと矛先が違うんじゃないっていう感じはすごくしますね、うん、うーん、とってもありますそれはそうですか、うん、大丈夫かなということで今日は拉致被害者、はい、増本留美子さんの弟で増本輝明さんの話を聞いていただきました。はい、タツネーユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の音楽紹介だ。はい、今日はね増本さんの、ね、うん、呼びかけも聞いてもらったし、はい、実は、まあ、増本さんっていうのは九州男児なんだけど、うん、北海道大学に行ってたんだよね。そうなんですだからまあ札幌でも生放送にね出てもらったりしてるけどさ、はい、そうですね、でまあ、とっても北海道に、ね、まあ、ゆかりがある人でね、うん、で増本さんがね実はあのアブダクションっていう映画があったんだよ。拉致の、まあ、ドキュメンタリー映画なんだけど、ちょうどね増本さんがね2004年に参議院選挙に出た時に、はい、ちょうどねそのドキュメンタリーの映像を撮るね、これあのカナダの人なんだけどさ、はいはい、その人たちが密着ずっとしてたわけ、まあ、ところどころさ、はい、うん、でねそのシーンの中に、はい、松山千春のはい、大空と大地の中で歌うシーンが出てくるの、うん、これ、うん、前さあなたは忘れないをやるときに、はい、作詞作曲のね稲川さんね、はい、今日のりっちゃんのおじさんだよ、はい、がその映画の中で増本さんが大空と大地の中で歌ってるのを聞いて、うん、それであなたは忘れないを歌う、歌えるんじゃないのと、うん、歌ってみたらみたいなきっかけになったね、おっしゃってましたね、うん、そうそうそう、うんうんうん、まあその曲でもあるんだよね、うんうん、まあ、うん、ほら俺らもあの牡蠣祭りでさ、はい、ね、歌わせていただいて ね、 歌いますね、まあ、なかなかの評判だよね、はい、やっぱ北海道でこれ歌うとね、はい、うん、もちろんみんなね北海道の神様ですから、ちい様はあのみんなが歌ってるあの口を開けて大きな声で歌ってるっていうのがとっても分かってさ、うん、すごい良かったね、うん、良かったなと思ったんで、はい、まあ、今日はその松山千春の大空と大地の中で聞いてもらいます。はい、
てしない大空と広い大地のその中でいつの日か幸せを自分の腕で掴むよ。歩き出そう明日の日に振り返るにはまだ若い。吹きすさぶ北風に飛ばされぬよう飛ばぬよう。凍えた両手に息を吹きかけて縛れた体を温めて生きることがとか苦しいだとか言う前に野に育つ花ならば力の限り生きてやれ。凍えた両手に息を吹きかけて松山千春で大空と大地の中ででした。いや本当にこれは北海道を彷彿させるなあ、うん、気持ちがなんかもうでかくなるもんな、うん、本当もう北海道そのものですねこの曲は、本当に大空と大地が見えるもんな。本当そうですね。いい曲ねえ、はい、なんか松山千春あたりがさ、うん、拉致被害者取り返せってあの調子で怒ってくんねえかな。ねえ、うん、言ってくれたらいいのにね。ねえ誰か松山千春知ってる人、うん、ちょっとタツニーとユミネがそう言ってたって伝えてもらいたいわ。本当お願いしたいわ。ねえねえ、はい。ということで今日は松山千春の大空と大地の中で聞いてもらいました。はい、ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日のエンディングだ。はい、まあ、今日はねちょっと皆さんたちに、まあ、ご報告というかね、はい、お詫びも兼ねてですねちょっと言っとかなきゃいけないことがあるんでお話します。はいはい、ですね、まあ、我々の番組でね応援していた、はい、埼玉西武ライオンズの佐藤龍生選手ね、はい、ユミ姉の同級生の息子さんです。はい、
番組で応援したし、はい、会いにも行ったし、まあ、去年はね、はい、かなり目立った活躍もできて、で今年はまあ ね、一気に行ってくれるだろうかなと思っていたんだけど、もうこれ知ってる人はまあニュースもね見たと思うし、うん、はい、まあ、僕らとしてもやっぱり本人に頑張ってもらわなきゃいけないから、これあえて言うんだけど、うん、まあ、コロナ禍で自粛をしてると、うん、でまあ、はい、ね、外出ちゃいけないという中で、先輩の相打ちって、はい、まあ、ピッチャーがいるんだな、はい、そいつと二人でゴルフに行くんだよ、うん、それで、はい、その途中に首都高速の第二環状の山手トンネルっていうのがあるんだけど、そこで89キロオーバーで捕まりました、はい、まあ、間抜けの一言なんだけどさ球団からはまあこの相内選手も佐藤龍生選手も謝罪文はちゃんと出てました、はい、先輩としてね、自分がやんなきゃいけないのにっていうことはまあその相内も書いてたし、まあ、流星も心から反省してるということはまあ書いてましたけど、やっぱり今さ、プロ野球選手って結構ほら、例えば賭博とかさ、うん、まあ、ああいうのでも結構選手生命終わってるじゃん、みんな。そうですね、大体ね、うん、だからまあほんの軽はずみなことでね、うん、まあ、そのスピード違反とかさ、うん、要は何、うん、モラルの問題だからね、これはね。そうですね、うん、もうコロナでみんな自粛してる中にそう言ってしまったっていうこともそうだしね、うん、まあ、影響力のある野球選手っていう立場を忘れてしまったのか、うん、ちょっとね、自覚が足りなかったのかなって思いますけど、まあ、そうだね、まあ、もちろん若いしね、うん、その、まあ、社会経験も全然ないし、はい、まあ、そういうことはまあ言えばキリがないんだけどさ、うん、その自覚を持たなきゃいけないのはさ、これ自分でやって自分で捕まんのはいいけど、ね、迷惑がかかるのは球団でありさ、うん、そう、ファンの方もせっかく応援してくれてるのに、うん、なんだよってなっちゃうと、でね、俺はね、うん、何よりもやっぱ両親だよ。そうですね、うん、そこまでね、一生懸命育ててくれて野球やらして、そう、一生懸命もう本当にプロ野球選手に育てたいって言ってるのを見てたからこそ、うん、本当に残念だし、うん、っていう感じですね。まあまあ、もちろんそれ謝ったりは当然してるんだろうけど、うん、まあ、ある意味これはその今まあ球団からはもう選手としてじゃなくて、まあ、ジャージ着て玉拾いからやらされてるわけだよ、うん、ユニフォームは今季はもう、まあ、無理だろうな、ダメっていう、はい、これで十分、まあ、反省っていうかさ、もう原点に戻ってな、これで、ね、巻き返せるのはやっぱ野球でしかないから。そうですね、で、うん、こんな状況になったからって腐ってさ、うん、もうやりませんなんていうのがもうさらに裏切りだからな。それはダメだよ流星、聞いてるかな絶対に選手としてもう一回帰ってくるっていう、それをプレーで見せるっていうこと、本当みんな待ってるからね、うん、それをやっぱり本人が一番自覚してやらなきゃいけないと思う、うんうん、これまで以上の努力をして、うん、必ず来季は一軍上がるっていう気持ちで頑張ってもらいたいですね。本当本当、いや、だから、まあ、僕らも番組でね、ゲストにも出して応援してるから、はい、これはある意味、うん、僕らからも皆さんに謝らなきゃいけない、はい、まあ、そういうことで、そうですね、うん、今日はね、うん、まあ、応援だけしててお前らなんだよって何かあったら何も言わねえのかって、まあ、そんなことは許されないんで、うん、あの、今日はあえて、まあ、皆さんにご報告をさせていただきました、はい、まあ、最後はちょっと固くなっちゃったけどさ、うんうん、まあ、もうこれも親心みたいなもんだよ、まあ、うん、なあ、うんそうだね、うん、そうや、もう頑張って本当に、うん、頑張るしかないんだもん、はい、しても他の道はないよ、ないよ、うん、野球ないよ、かけ両親なんてなれないよ、本当だよ、帰っても帰れない、帰れねえだろ、もう頑張んなさい、ね、本当に、うん、ということで、それでは皆さん、はい、また来週、夏にユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送敦賀 FM ハーバーステーション、米子だらず FM、
FM 出雲をレッドしてお送りしました。街の日が